絶対ロラさん。探してくださいよ。誰と？アルマさんですよ。期待一は分かんないけど。分かんないけど。佐藤さんじゃないと思う。え？佐藤さんこれはね、信じてほしい。これは。じゃあ次の試合行きまーす。はい、お願いします。はい。私はクルーメイト、実はシェリフだと思ってたんでちょっと残念ですね。ナイス。原産画面と入りました。なぞさよなら。さよなら、弁当入ってます。アルマネ、絶対ロラス、絶対ロラス、絶対ロラス。探してくださいよ。誰と？アルマさんですよ。当たり前でしょ。プテさんってタスク終わったの今の。誰さん？プテさんってタスク終わったの、右奥のやつ。うん。早すぎるな。ちゃんと僕、慎太郎の待ってあげたつもりだけど、終わってないの？いや、僕は終わったんだけど、まあ、僕自分がそんな遅くないと思ってるから。勘弁してくださいよ。これは、かなり信用ならない、遅くないと思う。勘弁してくださいよ。貨物弁当です。これ言ってるじゃん。アフロハゲ。バキュラメタ。アルマがでしょ、アルマがでしょ、アルマさんが。これめちゃくちゃおもろい。アルマ連れてかれてる。ロラ完了だ。ロラ完了。マジでおもろいな。実際強いけどね。9人2浪になっちゃうしね。まあね、まあ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 。バイトちょっと使った。一番強いのはアルマがマットで原産クルーのパターン。ああ、うん。まあまあそれはそうや。すげえ、すげえぜ。まさかな、こんなおもろいことあるか。さあ、玉、トマトマクサ。おい、キッチンの扉、展望デッキの方の前です。ハイブリさん、キッチン脇で最初って展望行ってる。あたさこ目線、俺って無理だよね、きっと、ね、無理ですね、絶対に。あ、ごめん、カメラ見てた人誰ですか？はい、結構ごめん、バーガーやってから行ってる、ごめん、訂正。最初って一緒にバーガーやってバーガー行ってる。ハイブリさん、バーガーやってバーガーテーボ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 。お見直して出てきたのがサントスさんと誰でしたっけ？直したの慎太郎。はーい。だ、慎太郎は俺目線関われないね。うん。僕目線メロちゃんは関われるかもしれない。関われなくない？だってサントスさんがその後来てるじゃん。俺の後に。あ、俺の後に来てんだね。そうだからサントスさんって、俺はキッチンから行ってるのね。キッチンのバーガータスクやってる時に、コミサボ鳴って、うん、上がってって、そしたら慎太郎がコミュのドアを開けてた状態なんです。私武器庫のスタジオから行ってます。あ、ネルちゃんはどっから行ったの？俺バーガーから行ってる。あ、ネルちゃんがバーガーから行ってる。はいはいはい。ナナコさんはどっから、どうしました、どこ行きました？メインホールのそのまま除染室タスク。あ、多分電気室に到達さん、セキュリティルームにプって、エンジンルームに迷惑、メインホールに俺っていう。そうだね。はいはい。キッチンの弁当誰かが否定してくれたら結構その辺は。できないっすね、多分誰も。できません。オッケーオッケー。まあならサントスさんが最後尾だったら、ネロちゃんは無理。いや、そんなことはないと思う。キッチンから俺は行ってて、サントスさんは武器庫から行ってる人だから。下地閉まってるって。
武器庫とキッチンで武器庫が浮かばないよね、だって。ん？扉開けた開けんすかった？ね、キッチンの中で展望デッキの扉の前。あ、そこ？あ、なるほどね。そう、だから俺は一応かかっちゃうんだけど、俺と慎太郎が合流したタイミングで昼から開けてるかどうか。それはちょっとね、自信がないんだよな、あんまり。いや、でもなんか、割と長かったとは思う。まあいいや。七子さんが石油抜けてキッチン側に行ってないっていうのは誰か証明できんの？いや、プテがそれを証明できないんだったらできないよ、多分。え、僕は証明できないよ。あ、できない。まあ、ただ、戸田さんって歴で俺とすれ違ったのって記憶ある？あ、どこやろ、あの、5番ぐらい、5番じゃあ5の上や、8番ぐらいですれ違った、たくさんの人とすれ違ったよ。ああ、あのあたりで。じゃあ、できないんじゃないですかね。メハタどっから来た？エンジンは。エレキからだよ。あ、エレキからか。メイン、エンジン、エンジン。なんなんメハタみんな見てる。メインからかな。メインの扉前だっけ、ハタさんごとして。メハタ、扉開けてたらメハさんが追いついたみたいな感じ。メハタ同時発見？いや、そんなことないです。俺はエンジン側に行ってる。皆さん僕の後ろにいて一緒に通信室 の通信通路まで行ってるから無理です。うん、いやーでもそれってさ、ダウンロードアップロードして、ダウンロードアップロードして出たタイミングぐらいで切られてるよね、それって。普通に石油ゴミが怪しいと俺は思うけどね。もう石油ないでしょ、キッチン弁当ができる人間が怪しいと思っちゃうね。あと3問まできるっちゃできるけど、プテ死ぬんだ。テスさん見てないな。あれコックピットだったん誰だっけ？俺。トータさんか。はい。佐藤さん、ちょっともう一回聞きたいんだけど。はいはいはい。脇でバーガータスクを配布さんやって。一緒にやって。そっから展望に行ったわけだよね。合ってる。で、展望出た、展望出てキッチンぐらいで切られてるって想定になるじゃん、そうなると。はい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 、はい。でなった場合って、多分展望でダウンロード、アップロードしてから出て切られてだと思うのね。うん、だと思う。だと思う。うん、で、その時間軸で俺がもし切れる場合って、サントさんより遅く来なきゃ無理じゃない？サントさんが別れてそこから下重しまってから込み直しに行ったわけでしょ？あ、ゴミ抜き下重やってる。そうそうそう、まあ、ゴミ抜き下重だとしても俺が切ってから来る場合ってサントさんより絶対遅くならない？そうだからね、いや同じこと考えたんだけど、ネロちゃんね、うん、ほぼ厳しいかなと思ったら、そう正直でしょ。で今プテが死んだから石油から切って、多分石油とかあとはメイン弁当使える人間だから7もものどっちかになるとは思う。厳しめかなと思ってた。そう、同じ、まあ、あと畑坂のセルフはあるけどね、一応。でも畑坂のセルフはあんまりない。7ももまで俺まで入れんだ。到達、まあこの段階で言ってもあれけど、シルフです。何ですか、奈良子さん。明夜君ってそのキルに関われる？あ、関われない。畑坂からもプテからも無理って言われてる。え、七子さんと死人あるんですよね、メインで。明夜さんって。いや、ない。あ、ないんだ。エレキ。到達坂から死人でしょ。最終。んいや、最終エレキで七子さんを見て、七子さんどこ行ったのって話をしたって感じ、うん、で、だから最後まで俺しか行ってない。いや無理無理、じゃあ無理、皆さん無理。トータスさんのシェリフも、考慮す、あのやつも考慮するんであれば、このターントータスさんに、シェリフ行使してもらうのが一番ですよ。7人番目にいろんなので、うん、絶対に終わらない状況なので、俺がエンジンの真ん中行くんで、トータスさんが切れたら別にトータスさんそのまま釣ったらいいし。要するに七子さん自分がクルーのケアできてなくないですか？普通なんか思ったそれ。俺がクルーだったらトータスさんが弾け飛んで、6人番目にキルされて負けですよ。キルされたら負けじゃない？だからダメじゃないと思ったけど、あんまりクルーっぽくないなと思ってたけど。確認だけど、ネロちゃん目線サントスさんも弾けるの？弾けないと思うよ。弾けないんじゃない？弾けはしないんだけど、まあほぼほぼないかなって思っちゃう。トータスさんはシェリフ、ん？シェリフしよう。だとしても、このシェリフを、うん、あ、まあ、うん、まあ、シェリフを。まあ、自信ない。まあ、できるよ、サントさん。まあ、まあ、一旦議論しましょう。一旦議論しましょう。一旦、俺は、まだスキップでいいと思うよ。マットをしてるからね。そう。うん。打ちません。あ、焦んなくていいと思う。まあ、もちろん今回のキルも詰めれそう。そうだね。いや、そうだね。それ話してない。うん、うん。お願いしたい。左直したの誰なんだろう。もうええって。
うぃー。ナイス。ナイス。で、3キル。多分俺、ハタサコサントスって白取り合えますよね。取り合えは知らないけど。えいや、ハタサコ。俺、昇降機右で2人で一緒にいなかった多分直しているから分からん。俺目線で、ハタトスは無理だよ。あとそうだ、ね、切るとこない。うん。私視点はもう、ハタサコ無理だと思うけど。うん。いやまあサントスさんから出るのは分かるけど俺の方が先に直してるから知らないですよ。いやまあ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 。でもサントスさんってサントスさんってアーカイブに残して俺がシャワー行ってメイク時ぐらいにハタサコリアクターになった。あそうリアクターになったんだよね。うんうん。ネロちゃんから出るならいいですよ、ね。大丈夫。誰もプテは見てないんだね。見てない。右にいないともう貨物がネロシンわけでそっからお互いラウンジアーカイブみたいな移動してるから。左はコックピットから最終左直すとこまで行ったけどそこで見てないね、うんうん、俺も武器庫の武器だけしまってから多分トータスさんに追いつく感じで行ってるけど見てないわ。奈良子さんってプテハスさん切るときはどこにいたんでしたっけ。最初はミーティングずっとボタン待機待ちの。あボタンか。そうか、ボタンでしたね。皆さん武器庫1個2個どっち。あごめん武器庫とゴミ捨てだけやったわ。あうん俺ダウンロードしてるから結構俺の方が先おるんやったらちょっと時間的にあるかなと思うけどそんなことない。武器の下を多分しまった後にゴミ捨てだけやって戻ってるから、いや多分結構多分すぐ後ろについてってる気がするけどね。慎太郎さんは貨物分けどうなんだっけ。どこラウンジアーカイブちょっとねその後あんま覚えてないんだけど最終的に昇降機右にネロシンで入った記憶があって。メインからシャワー入ってこなかった。あそうだっけな。メインぐらいまで行ったのか。で僕目線2切れ目はネロちゃんはあんまり切れないかなってぐらい下からじゃない。私割と早めにアーカイブ行ってネロちゃんの本タスクなって私が始めたけども見てないから下からな気がするけど、うんうんまあ、アーカイブ昇降機右って言ってると思う。2切れ目は名屋奈良子の宅とかなんじゃない。まあそうなりそう、うん、まあネロシンとか、まあ、ギリギリあるかもしれないけどトータスさんまあ一応シェルフ仕様を真に受けるなら、まあ、シェルフ仕様を真に受けれるかどうかが、うん、まあそうだね、まあ、まあまあまあそうだね、まあ、広く見て3択。まあそうね。まあ真に受けるとしたら目もも追うってことになるかな。目もも。だって左側でしか切れないと思うんだよね。二郎がそっちに。あさっきの切る側だよね。そう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 。さっきの切る俺目屋さんには白全然出せやん。出ないでしょ、うん、俺目線到達さんは厳しそうだけど場所的に全視点で全視点で7桃の可能性があるんだったらその到達さんの偽シェリフが俺の陣外しかないからさっきの通るんじゃないの。 2キル起きないんじゃない。まあダブキケ ケアする動きをしてね。みんなでカバーすればみんなカバーすればでは。いやそうじゃないダブキルが起きる場面にならないじゃんみんなの視点では7桃しかいないんだから。あーいや七子さんめちゃくちゃ白っぽいな。いやもうでも執行してから釣りかかるだと遅いか。確かにトータスさんはいやそうなんだよな。ういうい。ごめんなさい。もうタスクは正直厳しいんで。今のもう一回ちょっと説明するね、うんうん、俺視点は俺がクルーでトータスさん弾け飛んで2キロ起きて負けるありますだけど、うんうん、トータスさんが新シェリフだったらそれしか勝つ筋がないと思ってるのでありだと思っている。そしてみんなの視点は7ももしかもし仮にないんだとしたらトータスさんが切ったらトータスさんがインポスター偽シェリフだった、トータスさんが奈良子さん無事に切れたらそれで OK 俺が無理やり2キロ起こしたとしても負けない盤面だからできるくないって思うんだけど。名屋さんインポスターの世界線があるんじゃないですか。七子さんは名屋くんインポスターでトータさんインポスターだとして2キル起きたとしても負けないよね。まあだから名ネロとか名屋さんとその場合に一応負け筋があるけど、うん、そうって感じかな。1キル目が一応サントスさんとネロちゃんはギリギリ入っちゃってるから。うん、まあ、サントスさんから俺は弾き、まあそうだね入るわね、うん、ごめんごめん、うん。まあでもほぼ無理そう。ほぼ無理だっていうあれかな。偽シェリフの到達さんなのか、新シェリフなのかが分かんない状態で、うん、このまま奈良子さんだけ釣りっていうのが一番というか絶対負けずじゃなくて。なるほどね。はい。だからもう到達さんに切って即レポを、お互いに即レポにかけるしかないと、ね。7桃でローラーしようっていうんであれば、多分そのこのシェリフ講師の方が。あ、ね、そうね。ローラーするぐらいならそっちの方が確かにました、ね。なるほど、確かに。まあそうね、まあそうね。そうね、そうね。いや、結構リア通ってると思うわ。うんうん。じゃあエンジンでやりますか。でもいい、まあ、タスクもかなり順調なので終わりはする。どっちも。いやタスクね、結構ちょっと厳しい。ちょっと厳しい。結構タスク厳しい声が多いからやった方がいいね。配置をどうするか問題だな。配置かなり丁寧にやった方がいい。これ誰が白いの今そもそも。新太郎じゃん。ハタさんはいけるって話なんじゃないの。違ったっけ。
誰が、ネロちゃん視点から僕とサントスさんが両キル難しい、ね、あ、ハタさんとかが一番、あ、もうハタさんは一応初手の即セリフがあるんだっけ、一応ギリギリ、いや誰もないあるけど、でもその場合言い過ぎかなっていう感じはしちゃうから、キッチンそれ嘘だから、ハタさんが一番白そうだな、うん、なんかあんたそこでいいんじゃない、ああ、じゃあおみゆいきますね、僕が。で、7、あ、俺が見た方がいいのか、見た方が、現場が一番いい、うん、で白っぽい人にゴミサボとか、じゃあサントスさんがゴミサボ、うん、ネロちゃんと慎太郎、あ、ネロちゃんと慎太郎さん、あ、停電、慎太郎さんがカメラ見行きましょう、カメラ、ネロちゃん停電、迷惑はどこ、皆さんボタン、ボタン、オッケー、これ手で右側で直すね。あ、俺ボタンあるよ、ね、はい。で、だから現場には3人しか行けないってことね。はい、トータス、ナラコ、ハタサコ。はい。オッケーオッケー。まあ、ナナモモだったらもう、ナナモモだったら、ナラコさんマジお見事。これは。ナナモモだった場合のみ、え？いや、負け筋じゃないか。負け筋じゃないんだよ。どっちしろ負け筋って存在しないんだよ、これ。ナナモモでも。っていうことだよね、ナラコさんの主張って。めちゃくちゃ村っぽいけどね、ナラコさん。素晴らしい。おお。オッケー、オッケー、オッケー。ほら、ナナコさん白です。じゃあナナコさんが白だ。はい、俺が隠白。ハタサコも白。うん。ちゃんとセリフで弾け飛んでます。はい。じゃあカメラで死んでたでね。うん。カメラ向かってたよ。慎太郎。そうだよね。うん。で停電は俺が証拠見で即直し。で目屋さんネロの中にニロがいるので。じゃあサントスさんじゃない。目屋さん。いや俺はもうハタサコに上に。いやおだ、いやお、いやおだ、私コミサボタイ。え、ちょっと待って、いや、このキルというか多分これまでのやつを遡って、1キル目はできないけど2キル目がトータスさんから白は出てなかったから一応ありますね。そう、ナナコさん白になったら、トータスさんじゃなくて誰だっけ、アルマキルできるのが多分メイさんしかいない、アルマじゃないわ、誰だっけ、プテか、2キル目、2キル目、2キル目だから俺は証拠右とかにいて、アタサコとサントスさんに白出して、シンタロウがその経路を通ってきてるから、で、慎太郎これ俺切りづらそうって話も出てると思うんだけど。あ、言ってなかったっけ？言ってたと思ってたわ。あれ？まあ、どっちしろ俺今回切れなくない？証拠右待機とかって俺しかいないし。ネロちゃんは今回切る関与できないですね。今回は無理だね。サントス。で、キッチンの切るに関与できるのがサントスメイヤ。で、サントスさんは白だった。いや、サントスさんか俺だね。そう。うん、そうですね。初手は。あ、そうか。メイヤ、うん、この切るは、この切るはメイヤさんでいいよね。さすがに。え、でもトスネロでね、初手ごちゃごちゃしないと思うんだよな。どういうこと？いや、お、ああ、そういうことね。トスネロにしかならんかな。なるほど。いや、なんか、白出るの出ないので、トスネロは初手のハイブリさん切るときに結構、キッチンのなんか時系列でごちゃごちゃ言ってたから、うんうんうん、その下りいるかって、ローローで。いや、ローローだからこそごちゃったんじゃない？まあ、どっちもあるけどな。まあ、ただ俺今回手直してるのよ。だって結果的に、ネロちゃんとかサントスさんってお互いにやりにくそうって主張してんだよ。なんか、メアネロはなさそうだから、まあ、トスメアかトスネロで考えて、サントスさんから釣りになるかな。うんうんうん。トスメアかテスト。メアさんでしょ、メアさんじゃなくて、メアさんでしょ、いや、この場面はメアさんでしょ、いや、ネロ、え、サントスさんが切るでしょ、このターンって。このターンサントスさんしか俺目線切れなくて、ネロサントスのつながりを考えてほしくて、ネロサントスお互いに厳しそうって結論出してない、結局。メアさんで。はい、メアさんじゃない。え、これボタンないから、右行くね。私もボタンない。私もボタン押してる。どういう、え、ボタンないんじゃないこれ。サントスさんしか持ってない説ない？またそこって初手棒じゃなかったっけ？うわぁ。ナイスすぎる。はっ。死体位置は分かんないけど。分かんない。分かんないけど。サントスさんじゃないと思う。え？
え、旗そこってミーティング奥見た？奥まで見てないです。もうボタン押しちゃいました。よく見ればよかったな。じゃあ奥か。え、七子さんボタン来ると思う。だってあの人使ってるよボタン。いやちょっと待って、これやばいね。旗そこ、ここは、え、旗そこないよね。え、ダメ。いや、旗そこあれね。コミュ待機なんですよ。ないよね、旗そこないよね。コミュ待機で、かつ、サントスさんが直してるね、直して直した。いや、そうそうだ。旗そこ直してるか、そうだ。向こうエンジンの動きをしてるんですよ。だから、サントスさんだったら俺がコミュニティ、ちょっと待って、ちょっと待ってね。結局これ、初手キルが詰まってないよね。要はね、2キル目で詰めて、メイヤさん釣ってるよね。で、初手キル切れる人っていう話だよね、これ。で、俺、ギリ切れたん？ギリ切れたん？頑張ったかも。切れるわけない、なくない？だって、サントスさんが、バーガータスクを2人でやって、いや聞いてほしい。バーガータスクを2人でやるでしょ、うんうんうん、で、そのタイミングで、ハイブリさんが、展望に行ったわけじゃん。で、その後俺が、武器庫からキッチン入る、バーガータスクやってる最中に、コミサボになる、バーガータスク終わって上に行く。で、ドア開けてる慎太郎と合流して、慎太郎が直しに行く。俺ちょっと待ってたらサントスさんが来る。だから、サントスさんの時系列的に、だからダウンロード、アップロードしてから、出て、出た瞬間に切られてるっていう状況なわけでしょ、うん、そう。じゃないと、だから、サントスさんから俺って白出ないとおかしいと思うんだよね。いや、だからそれが私が時間価格がばった。だからキルクールの観点だけで出したから、私も白っぽい、だからほぼ無理そうって言ってたけども。違う、だからそうなったら、だってどのタイミングで出てきたのってなりません、うん、サントスさん目線で。え、出てきたのはダウンロードアップロードして出てきて、切って、ネルちゃんが先行って、私が武器庫下から行ったっていう時間が。そんな時間かかります？バーガータスクやった後に武器庫下をやって、うん、そこから上に登ったで、え、でもダウンロードアップロードできる時間なんかなくないですか？サントスさんが頑張ってますよ、それ。え、だから、間違ってしてるでしょ。とりあえずお互い。いや、いるやんけど、いや、普通に間違だって、あれ、白出してたのに、それを撤回してるのが黒だと思いますけどね。いや、監視は出してない、ずっと。もうほぼ無理そうっていう。表現しかしてないから、初めから。いや、あたそこ、これはね、信じてほしい。俺は。そういう表現しかしてないけど。その後、奈々子さんが提案、シェリフ提案をした時にボタンを押していた俺ね。それしか勝つ筋ないと思ったから。いや、リアクターの時私押してよ、あたそこ覚えてると思うけど。私が押してみ、リアクターじゃない。リアクターの前の話だよ。いや、押して。ごめん、間違えたら。いやー、これはね、あたそこナイス、マジで。ごめんなさい、マジで。はたそこ、左直した時サントス押したじゃん、大丈夫。これ、サントス強すぎるわ。神キルだよ。もうこれナイス。いい試合でしたね。これは人事いい試合でした。これはマジで熱かった。大激戦。いや、僕も生きて議論したかった。かぶったこれ超良かったよ。いや、正直ハイパーいい試合。いや、どっち行くか迷ったよね。なんかこのサントスさんがコミュサボってたからエンジンの方を切るかなと思って、俺はもうじゃあ慎太郎君に行くかっつってさ、停電どこで直してるか分かんないじゃないですか。そうっすね。そうだから切りに行くのはもう慎太郎、いやそうだよな、二人しかなかったから。そうだよね。いやそうだよな。いやごめん。いや被ったな、ごめん、申し訳ない。いやサントスさんマジすごいわ。俺負けると思った。いい試合やったよ。めっちゃ震えた、うん、めっちゃいい。俺めっちゃおもろかった。うわ、俺絶対釣られると思った。もうほんと、いや、七子さん助かりましたね、マジで。あれマジ白かった、ね、マジ白かった。確かに 2キロ起きたら負けなんだけど、俺視点多分もう七子釣ってもトータさん釣っても負ける場面だから、うんうんうん、いやだったらやってくれっていう感じだった。よかった、惜しかったね。惜しかったっすね。いいです。よかった、素晴らしい。いやもう初手でゲンさんが弁当入って釣られたマジで確かにあれからすげえいい試合かよ。同じ試合か。視聴者です。同じ試合か。視聴者何もさせてもらえなかった。アルバさん見てただけ。